ショーツで僕ゴアテックスってあるんかなと思ったけども、あったんですよ。万人に受けるパンツではないんかな。一番いいなと思ったところは何かというと、はい、本日ですねこちらダイバのショーツを購入しましたんでご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先日ねロフトマンさんで購入させていただいたやつのまあレビューという感じなんですけども、これねショーツで僕ゴアテックスってあるんかなと思ったけども、あったんですよ。でこのダイワさん以外であるかなと思って結構調べたんですけども、あんまりなくてね、やっぱゴアのショーツっている場面結構限られてるんちゃうかなって、まあおすすめの人でも言うんですけども、結構限られてるんですよ。だからあ珍しいなって思うのもそうやし、それ以外にも色味ね、この色ってどういう色味かっていうと、ノースフェイスとかパタゴニアも派手なイメージあるじゃないですか。ノースフェイスで言うたら一番派手やった去年のやつがこんな感じ、全然ちゃうでしょ。なんやったっけな、なんていう色味か忘れたけど赤っぽいやつ、これ比べたら全然派手さちゃうし、でもパタゴニアの方が派手やんなと、パタゴニア確か派手やなってなっても、パタゴニアもこんな感じなんですよ。だからパタゴニアよりもどっちかというと色のきついというか、もっとバーンと激しめの色味のダイワのショーツがあったんでね、まあこれを履いてみたいなと思います。他にも実はオレンジ以外にもグリーンとかなんか白っぽいやつとかいろいろ何色かあったんで、ここ出てますけどもね、ちょっと一度履いてみたいなと思います。サイズがですね S サイズで履いてみますね。はい、ということでいかがでしょうか。まあ派手なパンツということなんですけども、僕がね常々言ってますけども、イエローベースなんでね、イエローベースの人っていうのはこうイエローとかオレンジとか緑とか得意な色なんですよ。だから、僕は結構比較的そんなに無理なく履ける色なんですけど、ブルーベースの人が履いたらとんでもないぐらい浮くと思いますけどもね、それぐらい結構思い切った色味というか、ちょっと攻めた色味なんですけど、それがこれダイバのね、ショーツということになっております。でこのショーツね、ちょっとサイズ感気をつけた方がいいなと思うのが S でこれなんですよ。でもともとゆったりしてるっちゃゆったりしてんねんけども、 M でね僕買い物動画でも履いてるシーンあるんですけど、 M で履くとちょっと大きいというか、上に合わせる服が僕もうクローゼットないので、相当ゆったりした服を今後買っていかんとね厳しいなと思ったんで、僕が普段着てるような感じのシルエットやったら S サイズだから、日本サイズで僕 L 買うこと多いんやけど、2個ぐらい下げてもいいんちゃうかなって、1個は下げんのマストやけど2個下げてもいいんちゃうかなっていうぐらい、これダイバって日本のメーカーなんやけども、もともとオーバーサイズ気味でね作ってるというようなショーツになってます。で、このパンツのね一番いいなと思ったところは何かというと、やっぱり無地、何のロゴもないし、今結構流行りじゃないですか、この左下のなんか膝のところにマークつけとけばそれでいいみたいな感じでね、とにかくマーク何でもかんでもつけちゃえみたいな感じで、そこら中にもうマークだらけになってるでしょ。だからもうそれいらんねんけどなって思う人なんかはね、このダイワのショーツいいかなと思います。ほんまにねロゴとか何にもないんですよ。で、ほんまにねシンプルやねって感じじゃないですか。で唯一ロゴが1個あるんやけども、ここにねパッて書いて、なんて書いてるのかよう見たらね、ゴアテックスインフィニウムって書いてて、それはええやないかい、それは入れていいんですよ、それこそ入れなさいって感じだけど、他のブランドタグとかどうでもええよって感じなんやけど、そういう感じで、ポケットのここにもゴアテックスのタグがついてたりだとか、あと唯一ダイバらしさっていうのはここですね、ダイバの、タグ、ブランドタグがついてるんですけど、ここに留まると。基本的にはだからもうシンプルっていう感じなんでいいんですけど、ただお値段がね、19,800円ということで、少しちょっと高めかなという印象はあります。っていうのもなぜかというと、この表の素材はポリエステルなんですよ。で裏生地のここにメッシュが入ってるんですよ、全身にね。でこれひっくり返していくとこんな感じでメッシュなんですね。つい先日もこっそり買ってたねロンハーマンとこのゴールドウィンのコラボのショーツも同じく裏生地にメッシュ貼ってるんですよ。でメッシュのね形的にはちょっとだけ若干違うんやけども、そんなに違いはなくて、おそらく1メーターあたり500円以内ぐらいの生地感かなと思います。そしてこのロンハーマンゴールドウィンがですね17,600円で、こっち19,300円から、ダブルネームで値段高なっても17,000円なんですよ。で、こっちゴア使ってるから多少高なるって言われたらわからんではないんやけど、表地はさすがに裏地よりはいい値段してますけどもね。言うたてでもね、リップストップにはなってるけども、そんなに触った感じすごいこれ高い生地使ってるなっていう感じではないんですよ。だからどっちかというとゴアテックスインフィニウムに最も価値があるパンツになってるんじゃないかなと。でそれ以外で言ったらね、別に釣り具メーカーらしいポケットがあってるわけではないんですよ。だからほんまにシンプル、見た目もデザインもシンプルやけども、そのゴアテックスインフィニウムがやっぱいいよねっていう方なんかにはね、ドンズバのやつやなと思います。ただデメリットとしては、このゴアテックスインフィニウムを使うことによってむしろ夏場履きづらくなるっていうところがあるんですよ。でなんでなんかっていうと、このゴアテックスのインフィニウムっていうと、ゴアテックスの中でもゴアテックスって防水じゃないですか、その中でも快適性のある生地っていうことなんですけど、それは普通に考えてこのパタゴニアとかこのバーサタイルとかの方が圧倒的に通気性もいいわけなんですよね。むしろこっちも防風性の方が高いからって考えてくると、万人に受けるパンツではないんかなっていうところが、正直なデメリットになってくるのかなと思います。やっぱ夏場のゴアテックスっていうのは
4畳一間のルンバぐらいいらん。そ4畳一間やったらお前そんなもんピュ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 ってやって終わりやんけって感じで、ルンバがあるスペースすら邪魔でしゃあないって感じじゃないですか。スペックが無駄すぎるって状態で、これも4畳一間のルンバ状態になってるというかね、ゴアテックスやったらもうどうせやったらもうロングパンツにしちゃった方がね、用途としてはいいんじゃないかなって個人的には思ったんですけど、そこはデメリットとは言いながらも、じゃあおすすめの人どんな人がおすすめになってくるんかっていうと、もう一回履いてみると、ショーツなんかこっち履いとけええやんって思うんやけども、実はこういう短めのパンツで風は直に浴びたいけどもこの辺は濡れたくないっていう時ってあるでしょ。いつって言われたら、釣りで船乗ってる時、船乗りながらこう釣りしてる時とかってさ、長ズボン履いて釣りするのが暑いじゃないですか。そういう時なんかはこれ半ズボンで風しっかり通ってくるし、なおかつ防水とか防風成分とかもあったりするので、こう無駄に濡れたりしないっていうところでね、濡れてはいけない環境で使う時とか、そういう時にはね持ってこいかなと思います。ただマリンスポーツって基本濡れて OK やから、やっぱどうしてもこっちの水陸両用に行っちゃうんですけど、そういう風に用途が限定的に考えられるとね、確かにそういう濡れたらあかんくて半ズボン履かなあかん人、誰かは分からへんけど、釣り行くしぐらいしか僕は浮かばんかったけども、そういう人なんかにはね向いてくるショーツになってくるんかなと思います。だから刺さる人にはめちゃくちゃ刺さるけど、刺さらない人に関してはこれね、今の時期やったらいいですよ。夏真夏なってください。真夏なんてこれ入ったらめっちゃ暑いと思いますよ。ほんまに風がちょっとやっぱり入ってきづらいし、そのためにねゆったりしたシルエットにしてるから、この隙間から風入ってくるんやろうけども、その生地を貫通して風が入ってくるっていうのがあんまりないんで、おしゃれ着として履くっていうよりかはやっぱり釣りとかで履くのがね、ベースなんかなっていうのがね個人的には思ってます。ただやっぱ色合いがめちゃくちゃ綺麗なんで、ついついこう見ちゃうじゃないですか。すごい派手な色味やなって言って見ちゃうは見ちゃうんやけど、じゃあそれが5話搭載させて1キュッパで普段毎日使えるかって言われたら、ちょっと際どいところではあるかなと思うんですけど、やったらバーサタイルかバギーズを2着か3着買った方が使えるんちゃうかなってね、個人的には思ったりしますけど、この台場自体はね結構機能的なやつとかってめっちゃ多いんですよ。ゴアテックスとかもそうやしね。だから刺さるときはめっちゃ刺さると思うんですけど、今回僕に関してはこのショーツは全然刺さらんかったというところが個人的な意見にはなってるので、見た目オンリーで買う方でも、5月から7月ぐらいまでは履けるんじゃないかなと思います。真夏はちょっとほんまに暑いと思いますけどもね、そんな履き方もねありかなというふうに思いました。ということで本日はですね、ダイワのショーツについてお話ししてみたいと思います。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。